舞鶴線。舞鶴線は、京都府綾部市の綾部駅から、京都府舞鶴市の東舞鶴駅に至る、西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、地方交通線である。路線記号は、L。2016年3月26日ダイヤ改正より、福知山支社管内での路線記号の本格使用が、開始され、舞鶴線においても、 時刻表や223系5500番台の方向幕でラインカラー並びに路線記号の使用を開始した。日本海軍の舞鶴陳寿府が置かれ、軍港のあった舞鶴への鉄道として建設された。かつて出生者や引上げ者の輸送で賑わった路線も現在は舞鶴市などへのビジネス利用や単語、若狭地方への観光路線になっている。全区間が 福知山支社の直轄である。京都駅東舞鶴駅間に特急、舞鶴が下り8本、上り7本運転されている。以前は土曜、休日、夏季やカニシーズンを中心に、舞鶴のうち一往復が、オバマ線のオバマ駅まで乗り入れていた。なお、綾部駅で進行方向が逆転するため、舞鶴線内では座席が進行方向と逆向きに設定されていた。 他の北近畿方面の特急と異なり、大阪方面の列車は設定されていないが、1999年10月1日までは、エーデル北近畿として、東舞鶴駅まで乗り入れていた。東舞鶴駅大阪駅間の距離は、福知山駅経由 152.9km よりも、京都駅経由 145.4km の方が、若干短い。 福知山駅で大阪方面の特急、河野鳥と接続する普通列車が設定されている。ただし、当該列車のすべてが東舞鶴駅福知山駅間の運転とは限らないため、時間帯によっては、綾部駅福知山駅間で一旦、その米駅発着の列車に乗車する必要がある。普通列車は、福知山駅、綾部駅東舞鶴駅間に1時間あたり1本。 程度運転されており、一部は特急リレー号として、綾部駅で山陰本線の特急列車と接続している。朝5時台の西舞鶴発と夜22時の東、舞鶴発西舞鶴駅の列車は、小浜線と直通運転をしている。西舞鶴駅東舞鶴駅間の列車も折りのみ一本、設定されている。全線でワンマン運転を実施しているが、一部列車には、 車掌が乗務することもある。以前は、朝に、東、舞鶴発綾部駅の快速列車、途中停車駅は、西舞鶴駅のみ、が一本のみ運行されていたが、2006年10月21日のダイヤ改正をもって廃止された。2013年3月16日から、新たに快速が設定されたが、これは1年前の2012年3月17日改正で、 新倉駅を通過とした普通列車の名義を変更した、ものでり、列車の性質は異なる。夜間大白は、西舞鶴駅のみで行っているため、西舞鶴駅東舞鶴駅間に改装列車が設定されている。秘伝化時代は一時期、山陰本線、舞鶴線、北近畿丹後鉄道宮津線、当時、道具副線を経由して、福知山市、綾部市、舞鶴市、 宮津市を循環する四都市循環列車を運転していたことがあった。その経路は次の通り。山陰本線の佐賀路線にあたる京都駅、その米駅間がまだ非電化だった頃は、当時あった特急、急行とは別に、綾部駅でスイッチバックし、京都駅東舞鶴駅間を直通する普通列車が運転されていたことあった。その列車は夜間の運転であったため、 京都市内でのその日の業務を終えて、舞鶴方面へ帰宅するビジネス客には重宝された。特急、舞鶴のうち一部の列車のみが、北近畿丹後鉄道の起動車で運転され、その他の列車はすべて JR 西日本の電車で運転されている。以下に書かれている路線のうち宮津線は1987年、昭和62年まで、国鉄、 同年4月1日から JR 西日本、1990年、平成2年4月1日から北近畿丹後鉄道、2015年、平成27年4月1日から京都丹後鉄道の名でウィラートレインズが運営し、西舞鶴駅宮津駅間は宮前線、宮津駅と八日駅間は宮ゆた線の愛称が付けられている。2015年4月現在、 西舞鶴機関区は、北近畿丹後鉄道西舞鶴運転区、福知山機関区は、JR 西日本福知山電車区、鶴ヶ運転所は、JR 西日本鶴ヶ地域鉄道部、鶴ヶ運転センター車両管理室、向こ町運転所は、JR 西日本京都総合運転所となっている。ほぼすべての列車が全線を走破するが、その利用は、京都府北部の中核都市である。 マイズル市の代表駅である東マイズル駅と西マイズル駅が中心であるため、西マイズル駅以外の途中駅は利用が低調である。特急列車及び特急に接続する普通列車、特急リレー号は、マイズル市に国や府の出張官庁、また企業の支店、営業所などが集中していることからビジネス利用が多いが、それ以外の普通列車は通学などでの利用が多い。 1999年、平成11年10月に電化開業して、以後、一貫して利用者数を増やしてきたが、近年は、微減傾向である。元は、半角鉄道、京都鉄道が計画していた路線だが、日露戦争を控え着工を急ぐ、必要性から1904年に、間接で、福知山駅、綾部駅から新舞鶴駅、現在の東舞鶴駅関東支線が開通。 半角鉄道に対応されて開業した。支線として、舞鶴港線、西舞鶴駅舞鶴港駅間や、出生者や線場からの引き上げ者を運んだ、中舞鶴線、東舞鶴駅マイナス中舞鶴駅間などを有していたが、1985年までにすべて廃止されている。綾部駅、西舞鶴駅、東舞鶴駅の3駅は、JR 西日本直営駅、 淵垣駅、梅葉駅、新総駅の3駅は無人駅である。駅名は廃止時点のもの。かは貨物駅を表す。内の数字は起点からの営業キロ、舞鶴高線、中舞鶴線の営業キロは路線記事を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。